どうも、紹介につかりました古本です。皆さん聞こえますか大丈夫でしょうかえー、っと、私は、あの、今年の4月からできました。画面共有できてますでしょうか、はい、えー、っと、新しくですね、感染症医療人育成センターっていうのが4月から、あの、 当院の中にできたんですけれども、えー、そこのセンター長をやってます古本と言いますの、ね、で、よろしくお願いいたします。私自身ももともとはこの感染症内科の出身のものでな、あるので、あの、まあ、今回、あの、私のそのセンターのこともですね、あの、えー <coughs>、あの、 おあの説明をさせていただく機会を設けていただいてどうもありがとうございます。じゃあ手短にちょっとあの感染症専門医のですね、まプログラムのこととか、あと今後の感染症医のですね、えー、まあ今、その専門医機構とか感染症学会といろいろあるんですけどそのについても少し話をしながら説明させていただきたいと思います。まあ、当センターはもともとと <coughs> あの CO、COVID-19 のパンデミックにより、まあ、かなり感染症に従事できる医療者が少ないということは、まあ、露呈してきたということもございまして、まあ、そもそも長崎大学は古くから、あの、感染症の研究、臨床をやっている、まあ、大学で、いろんな、まあ、あの、<coughs> 歴史的なものがあるんですけれども、まあ、そういう事情がございまして、まあ、河野茂学長のまあ主導のもとにです、ねまあ、感染症の基礎研究の強化に加えて、また臨床感染症分野でのまあ人材の育成が必要じゃないかということで、まあ、当センターができたということになります。でまあ、一応、4つのミッションというものを掲げてますけれども、まず1つは、特に今回先生方ご参加いただいている皆さんに関しましては、ですね、特にこの1と2というものが、あの 重要になってくるかと思うんですけれども、まあ、先ほど松井先生のお話にもあったように、当院の方にはかなり感染症のリソースが多いということもございまして、それをうまく有機して、体系だったですね、研修を行うことによって、さらに高度な知識とスキルを持った感染症に専門性の高い医療者を作っていけるんじゃないかと。 そのためのプログラムを立案してまあ運営を行って、まあ、研修に来ていただいた皆さんのケアを行っていくということになります。あとはまあもちろん研修に来ていただいた皆さんのまあキャリアをサポートしていくということキャリアプランとかも提案させていただければと思っております。 であと、まあ、実際すでにも感染症専門医等の資格を持っている方、あるいは ICD の資格を持っている方でも、まあ、リフレッシュ研修というと,ちょっと言葉があれなんですけれども、さらにまあ学んでいただくということでの障害教育の場を提供していこうかと思っております。でまあ、そういう同窓生卒業生によるそのまあネットワークができ上がって、まあ、さらに社会貢献ができればと思っております。で、まあ 今お話しているベーシックコースというのは、非感染症専門医向けの,まあその研修プログラムというものと、あとはまあ初期研修医療のです、ねまあ、感染症特化のコースというものも設けております。であと、リフレッシュコースと今言ったのは、まあまあ、ある程度の資格は持っていらっしゃるんですけれども、もう少しなんか学びたいというようなことがあったり、ちょっとリフレッシュ、本当にリフレッシュしたいということがあれば、そういった先生にもそういうプログラムを提供する予定としております。 で一番、まあ、皆さん、特にそのこちらの今回の,その,けあのこちらのウェブの方に参加していただいている先生の多くはおそらく、まあ、今、内科専攻医の研修中の方も多いかと思うんですけれども、まあ、今のところその感染症専門医の資格というのは、まあ、学会認定の感染症専門医というのがあるんですが。 基本領域学会の認定とか専門にとってということで今まではそういう資格を取った方が認定施設で3年間の研修を行うトータル感染症学の研修を6年以上やっているということとか感染症学会員であるというようないくつかの条件があってそれをクリアした方が受験資格があるということだったんですけれども 日本専門医機構が作られることになりまして、まあ、その中でやはり感染症専門医というのもサブスペシャルティの中で入ってきております。でご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、感染症専門医というものは、 他の呼吸器とか消化器の内科系のサブスペットは一応、連動研修というものが認められていたと、つまりこれは内科専攻医の時のプログラムの経験したそういう呼吸器症例とか消化器病疾患についても専門医の症例として登録できるというふうになっているんですけれども、感染症がそれができないと。 いうことで内科専行為の研修が終わった後にまた通常研修これはまあいわゆる感染症の専門研修を行わないといけないというようになったわけなんですただ、まあ、今その非常に流動期でもあるということで、まあ、現在の、まあ、今年、まあ、内科専門も受けらっしゃる方は1期生に相当すると思うんですけれども、まあ、1期生から3期生に関しまして で関してはその連動研修もできるようにしようかというふうに、討議があの検討がされているところです。まあ、それでどうしてもやっぱり難しいとなった場合には、まあ、その感染症学会の認定専門医とか、あるいは専門機構の専門医になるための再研修というものを行う必要が出てくるかと思います。で基本的にあとそのサブスペの領域 とといいいいうううのののの、まあ、連動研修っていうのは1領域しかないということなこで例えば、まあ、よく、まあ、当院とかであるパターンとしては、まあ、呼吸器の専門医を取りつつ、まあ、感染症の専門医を取りたいという,ような場合においてはい同時に一緒にするということはできないので、まあ、そういった場合は少し時期をずらして、えー、両方のダブルボードを取るという方法もあるんですけどおそらくそれはちょっと時間を要するものになるかなとは思います。 で一応、移行措置というわけではないんですけれども、まあ、内科専攻医のまあ1期生、3期生というのが、なんとかその通常、連動研修を認めていただいたらよろしいんじゃないかなというふうに、なんのとか思っております。で あと感染症学会自体もです、ね、今通常研修を、まあ、以前はその3年間の感染症専門研修というふうにしてたんですけれど、まあ、それを2年間に短縮できないかということで今専門機構といろいろとまあ話し合いが進められているような状況です。で感染症学会自体は来春からです、ねまあ、皆さんオースラーク、恐らく JOSRA システムで今、いろいろと奨励登録とか評価とか受けていらっしゃると思うんですが、まあ、それが感染症版 ととといいううものが来春から始まるということです今まで症例一覧表とかいわゆる経験一覧表というのが大体30症例と病歴予約が15例というものが認定専門医試験の時に要求されていたんですがそれがさらにま数が増えていくことになるかと思います倍以上にですね。 で今、その専門医、ねま、だその討論がですね、かなりちょっと遅れているような実際でありまして、まあ、感染症学会もなかなか表立ってまだその、言明できないということがあるんですが、まあ、今年の秋以降にですね、少しまたそういったものが明確になってくるのではないかなと思います。で、まあ あと、すでに感染症の専門医を持っている先生方もですね、新しい制度になってきたときには、更新をするときに、機構の認定の専門医に移行できていく予定になっているようです。でこちらに関しまして、またその年度ごとによってですね、その新制度と旧制度をこう併用するような形で、まあ、単位を取得して、その更新を進めていくことになるんですが、少しちょっと混在していく形でですね、まあ、2000年2020年代はこう過ぎていくのではないかなと。 思いますまあ、そういうふうに今のところ、まあ、感染症学会の認定の感染症専門医というものと、まあ、しばらくその専門医機構の認定した感染症専門医というものが、えーまあ、混在してくる可能性があるということです。 でまあ、先ほどちょっとお話ししましたように、その1期生、2期生に関してはです、ね、この3年で内閣研修を行って、その連動研修というものが認められればです、ね、まあ、その2年目、3年目で経験した感染症症例を使って、早いうちに4年目ではもう、えー、感染症の専門医が受験できるようになる,んじゃなる可能性もあるということ。で通常だと、3年の内閣専修医が終わった後にそに、通常研修として、2年間の感染症の専門研修を行うと。 ということが特に内科専攻医員の1期生3期生の方は今考えられているやり方ですで。4期以降になってくると3年間の内科研修が終わってその後にしっかりとした通,あの通常研修、専門研修が2年間、ここはいわゆる ID フェローシップに相当するところになるかと思うんですがそのようになっていくということです。で他の領域のサブスペを持っている方は ちょっとスタート地点をですね少しずらすことによって、同時にまあ研修が可能となるということなんですけど、まあ、それぞれの専門領域もですね要求する奨励数等ですね、多くなってくると思うでも、もこう簡単にはなかなか難しいんじゃないかなとは思います。で、今回、私のセンターの方うでまあ準備しているこの ID フェローシップに関してなんですが、まあ、一応、どちらの資格も取れるぐらいのですねしっかりしたプログラムを作っている、準備をしています。 でこちらはまあアメリカの,方のまあ専門機構の方でまで特にこの感染、医、ま、師、あ、としてこの6つの,このコンピテンシーというのは非常に重要であるんですけれどもそれをもちろん身につけるようなカリキュラムにして、まあ、研修が終わった時にはもちろん受験資格ということも大の取得ということも重要なんですが、まあ、市中病院でちゃんと自立して診療ができるとかあるいはそういう感染症医としてまあ臨床研究、まあ、教育とかこういうアカデミックなキャリアも開始できると。 あるいはまあ国際医療教育とか公衆衛生保険行政とかでの分野でも活躍をしていただければというような力を持つということを目標としております。でまあ、こちらも割愛しますけれども一応、えーまあ、そういう感染症専門店のローテーション研修ということになりまして、まあ、先ほど松井先生の方も少しお話がありましたけど、まあ、呼吸器内科の感染症グループがあって あるということと、いうこもちろんこの熱血内科、感染症内科、そして感染制御教育センター、臨床検査が検査部というと、あとはまあ今回のこのプログラムは、もちろんその成人の感染症専門医ということになるんですが、まあ、小児領域についても少し学んでいただくような機会も設けております。 であと、外部の協力医療機関として、まあ、やはりその武者修行をしていただくということも必要になってきますので、まあ、大都市部での研修ということで、まあ、国際医療研究センター病院、あるいは清路川国際病院の方での研修、そして HIV の診療研修ということで、名古屋医療センター。 あと、結核とか抗酸菌診療に関しましては、まあ、大学病院も結核病とあるんですけれども COVID-19 の影響もございましてなかなか結核の患者さんが見れないということで今長崎県の患者さんがかなり集約されている長崎原爆医細病院の方で、えー、まあ検証していただくというような、まあ、臨床に関しましてはこういうようなところをローテーションしながらやっていくというふうに考えております。それぞれぞのの特色をかかして、て、ま、て、あ、感染症領域の全てにわたって何とか網羅 できるようなまプログラムをまあの提供していこうと思っています。ま一応、その3年のコースを考えているんですけれども、ま私の方で少しイントロさせていただいた後にま呼吸器内科。 の感染症グループと、まあ、感染症内科の方で回っていただいて、まあ、多種多様な疾患を見ていただくということになります。まあ、先ほど出てきました移植関連のものとか、まあ、当院もです、ね、かなり、えー、間移植も年間20例とやってまして、まあ、今後、小腸移植とか、いろいろな固形臓器の移植、肺移植、腎移植も行われていますで。血液内科の方では造血管細胞移植も行われておりまして、かなりそういうところに、まあ、 特化したところ、まあ、診療科によっては、そこをよく見てくれているところなので、まあ、そこら辺をこう網羅的に、まあえー、ローテーションすることによって学んでいただこうかと思っております。で臨床微生物学とか検査医学についても、この臨床検査科の方で学んでいただくということで、まあ、1年間の大学病院でこのようにローテーションしていただきながら、2年目はちょっと武者修行に行っていただくということになります。でえーまあ、可能であれば、あのー 先ほど、えー、から出ておりますフィリピンのマニラ市にあるサンラザロ病院、私もこちらので勉強させていただいたんですけども、こちらの方でこう熱帯感染症の研修をさせていただくということです。あとは、 やはりその公衆衛生とか保険行政の研修というのはなかなかあの行われていないのが実際なんですが、今回のやっぱト COVID-19 とか、結核とか、そういったものを見ている中で、非常に重要な領域になってくるかと思います。で感染症内科に私がいるときにも、まあ、有吉先生といろいろとお話をして、まあ、長崎県の HIV 対策ということも県と一緒にやってきた部分もありますので、まあ、そういったところをです、ねまあ、長崎県の医療政策課、まあ、長崎市の保健所等で 学んでいいただこううかというふうにしております残りはまた大学病院の中の研修というふうに考えております、まあ、通常はこの2年間でまあ、まあ、そのいわゆる通常研修という満たすものになるかと思うんですがまあ欧米のフェローシップも大体2年間というふうになると思うんですけれども一応こちら3年目に関しましては大学病院の中のいろいろ選択を取っていただくということで、まあ、場合によってはここでリサーチとかに入っていただいたり経験をしていただいたりとか 先ほどからお話があるディプローマコースですね、トロピカメディスアンとハイジーンのディプローマコースをちょっと場合によってはそこに参加していただいたりとかということで、少しここはかなり自由度を持って研究、あるいは臨床に没頭していただくような期間ということを設けております。もちろんキャリアについてもいろいろとサポートできればと思っています。 でまあ、症例検討会とか、まあ、いろんなセミナーとかも行いながらあ知識を深めていただきたいなと思ってますし、まあ、こういったところに関しては私のセンターの方で、ね、少し、まあ、あのサポートをさせていただきながらあ皆さんがしっかりと受験資格を満たせるように、まあ、研修がしっかりと行えるようにということで、えー、進めていこうと思っております。 まあできたら皆さん、あの長崎大学で感染症の研修を行っていただきたいなということです。でもちろん、感染症内科に入局した形での専門医コースも可能ですよね、<laughs> 松井先生 <laughs> ということで。まあ、キャリア相談に乗ってはいつでも応じますので、よろしければ、あのー 私のところのセンターもご利用いただいたらと思いますので、ホームページもですね、今週末には出来上がりますので、よかったらまた見ていただければと思います。すいません。私はこれで終わりたいと思います。以上です。はい。